はい、皆さんこんにちは、太田結衣です。今回は旅 Vlog ということで、先日人生初めての寝台列車で香川県に行ってきた時の様子をお届けしたいと思います。今回もバタバタのゆるい感じになっておりますが、よかったら一緒に旅気分を味わってください。それでは行ってみよう。なんか1回出ないとできないっぽいです。やばいよ、もう無理。なんで、え、そんなことある？カードや切符の取り忘れにご注意ください。1階と2階に分かれてるようです。私の部屋はどこなんでしょうか。お邪魔します。ちゃんと鍵がありました。ここか。よいしょ。すごい。結構広いやん。すごいすごい。全然寝れるよ。今回私はね、初めての寝台列車だったんですけど、こんなねパジャマとか布団もしっかり完備されておりまして、一晩過ごすにはね全然快適な内容になっておりました。布団もね、寝れました。せっかくなのでね、ちょっと車内を案内させていただきますと、ここがね、のびのび座席って言って、一番安く乗れるエリアなんですけど、ここはね、雑魚寝スタイルになっております。で、こっちはね、多分個室なので、二人用の部屋か、セレブ向けというか、なんて言うんでしょう、特室みたいな感じだと思います。で、私がね、絶対欲しかったのが、この、シャワーカードなんですけど、ちょっとこれがね人気すぎて、もう私がね大興奮してる間に売り切れてしまったようです。ちょっと記念に欲しかったんだけどね。ちなみに中では物販じゃないわ買い物ができないので、コンビニで買ってからね乗りました。多分値段で言うと、その新幹線とそんなに変わらないので、まあめちゃくちゃ安いかと言ったらそうでもないんですけど、なんかこの移動中から夜景を見ながら飲んだりとか、もうこの移動自体が楽しくなるので、そういう意味ではなんか格安なのかなと思います。
ここでお知らせです。今回の旅はサーフシャークさんという企業さんとのタイアップで来させていただいております。サーフシャークさんというのは VPN サービスを提供している会社なんですけど、 VPN サービスっていうのは簡単に言うとインターネットを安全に使うためのサービスになっております。例えばこういうね、旅行に来た時とかって公共のフリー Wi-Fi に接続したりとか、途中でインターネットにつないで行き先を確認したりとか、インターネットをたくさん使うと思うんですね。そういう時にこのサーフシャークの VPN サービスを使っていると、そのハッキングだったりとか個人情報とかを守りながら快適にインターネットを使えるというサービスになっております。私が聞いたことあるのは、フリー Wi-Fi とかやと結構プロのハッキングの人とかじゃなくても、普通にちょっとインターネット詳しい人でもパソコンでトルルルルってやったら、私の携帯の情報とかが意外と簡単に抜き取れちゃうぐらい、フリー Wi-Fi っていうのはセキュリティがね弱いらしいんですよ。それがね、本当かどうか知らないけど、でもそれぐらいね、フリー Wi-Fi っていうのは無料な分危険もね、はらんでるっていうことだと思うんですね。でもこういう時にこのサーフシャークの VPN サービスを使ってフリー Wi-Fi に接続すると、個人情報とかを暗号化してくれるので、簡単に自分の個人情報とかが抜き取られないようにできるんですね。なので今回はこの最強のサリマン先生のような強い VPN サービスと一緒に香川観光をね、いたいと思います。以上お知らせでございました。次何時になりますか？普通のフェリーですか？はい、フェリーは8時2分で2番乗り場から出る。切符って切符も2番乗り場です。そうなんですね。乗り遅れました。よし、では一回行ってみたかった観光スポットに行きたいと思います。もう小豆島といえばここが結構観光スポット人気ランキング1位ぐらいの感じらしいです。すごい、道ができてる。こっち側も波やし、こっち側にもというわけで今回はサーフシャークと共に香川観光を楽しんできました。いかがだったでしょうか？なんか私も初めて VPN サービスを使ってみたんですけど、なんか結構ね、そのオンオフがめっちゃ簡単なのがすごくお手軽やったし、特にインターネット使わんときは電池とか減らんようにオフにしとけばいいし、なんかそれがすごくお手軽やったなっていう感じがしました。
で、このサーフシャークの VPN サービスはデバイス制限が無制限なので、一回契約したら私のスマホでも、あとパソコンでも使えるし、あと家族丸ごとみんなを守ってくれるっていう感じなので、すごくお得になっております。今なら 83% オフのクーポンと、あとプラス3ヶ月無料のクーポンがついておりますので、ぜひ気になったよっていう方は概要欄をチェックしてみてください。というわけで、これから私は新幹線で東京に帰りたいと思います。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー。